はい、こんにちは、トルーパーズの山中です。国内の仕入れ先からいろいろドドーンと入荷してきたので一気に紹介していきたいと思います。まあほとんど再入荷商品ですね。まあこんなものが売れてるんですよってやつですね。はい、ではまずはこちら M65、こちらは、ね、なんかここへ来てまた結構売れています。そして次にあの陸自迷彩、こちら上下セットで、まあ、こんなのも扱ってるんですよ。で次に特売品、なんだ、こちら APS3 も入ると噂のシューズインボスト。でこちら結構ずっと品切れておりました、GFT01、ね、ギアバッグ、ちょっとしたお出かけにいかがと。でこちらドラムリュック、はい、こちらね、あのカーキ OD、 メーカーはカーキっていうけど、うちお店的には OD だ。こちら私も愛用中、今何年ぐらい使ってるかな、もうかれこれ 5,6 年使ってるから、これが1000円っていうのはもう十分元取ったろう。まあだいぶ下の部分へたってきてるんで、ちょっとそろそろ買い替えようかなと。こちら3色揃いました。あとは、こちらですね、こちらもちょっと切れてて、ブラックのカラーとあとレンジャーグリーンがあるんですけど、やたらこうちょっとボツ目のスマホポーチで、どういうことかというと、もう散々やっておりますけども、こっちだろう、これ裏地がちゃんとねソフトなタイプになってて、こうやって入れる、そしてこうで出すときは、まあ、マジックテープ式ですけども、ちょっとフラップを引き上げてください。そうすることで、ね、取り出しやすくなるという感じのスマホポーチが入ってきました。再入荷しました。であとはこちらもマルチランプ、こちらも人気なんですね。普通のランタンとして使えて、こう前方を照射することができるという感じなんですよ。でボタンは1つで操作します。押すたんびにちょっと変わるってやつですね。はい、で次に、次 EX150FL、 目が暗いっていうやつで、こちらも、SOS ストロボプラス3段階の合計5モードで、これはまたその5モードを押すたんびに変えるってやつ、はい、そんなわけです。これ炭酸2本、スタンダードのモデルですね。あとはこちら821シリーズのモノキュラータイプ単眼鏡と双眼鏡、まあ、それぞれ、モノキュラーならモノキュラーで、なんだっけ、ミルスケールが内蔵されてるってやつですね。でちなみに双眼鏡に関しては、まあ、あのそんなの分かってるよっていう人多いと思うんですが、右目がこちら回るようになっています。一生懸命こっち回しても壊れるだけなので、右目の方に、まあ、ちょっとメモリもついてますけど、右目で視度調節、そしてこちらで、その前に幅を合わせると、そうやって見ますね。まあお店来ていただければその辺は実際中身を覗いていただくことできるんですけど、ここではちょっと申し訳ありませんと。あとこちら、はい、こちら FGX バリソン担当です。これなんていう材質は、ザイテルで約 90g の軽量モデルです。で一応担当エッジになっていますが、こちらステンレスやアルミなんかではなく、なんていうの、一見プラスチックみたいな硬質のプラスチック、まあ、ザイテルという材質なんですけど、まあ、ペーパーナイフぐらいにしか使えませんし、あとは軽くてあんまり回しにくいんですよ。まあまあそんなものも人気で減ってたので再入荷しました。で次は、はい、三段警棒クローム4402、せーの、こんな感じですね。こちらはハンドルがこのようなハンドルになっていて、まるで仮面ライダー X ライドルか、知ってる人は知っている、はい、ということで
ちらは安いですよね。割と人気なんです。でこちらはあのハンドルがこういったモデルの4398、こちらはどうだ、こうか、こうですよ。こんな感じの長めの特殊警棒ですね。で最後に、あ最後にじゃない、あとついでに、ついでにと言っては失礼、こちらボタンっていう、ちょっと、まあ、こうやって本来はこうやって、ね、相手を突くものみたいですけど、ツボを押したりするのにも大変いいんじゃないですか、足ツボとかはい、まあ、こういったクボタンも人気で再入荷しました。でそして最後にこちら、これはこうか、パチンコのオールディングですね。しっかりこちらリストバンドがついていて、このような感じで引っ張って、はい、まあ、非常にこうこれ遊ぶ場所を気をつけていただかないとまあまあまあ、そんなわけでいろいろ入荷いたしまして、すべてホームページでお買い物できます。ご来店いただければ手に取って見ていただくことも可能ですし、ポーチやバッグなんかは実際にこう収納したいものがあったりした場合は、その収納するものをもお持ちいただければ、言っていただければバッグやポーチに合わせていただくことも可能ですので、その辺はお気軽にスタッフまで申し付けください。ということで、こんなの入ってきましたよっていうご紹介でした。最後までご視聴いただいてありがとうございました。